この間その森森天国っていうの3日前ぐらいやって、森森天国ってその岩橋さんとかと僕らがやるって、それが始まったのが岩橋さんの話が結構盛り癖がすごい、うん、すごい盛ってるっていう有名なんで、うんうんうん、でそれを面白がって、でなんか俺も盛るからっていうので、うん、岩橋さんと僕がきっかけで、あとなんかインディアンスの辻井さんとか田淵さんとかアイロンヘッドのとか入って、うん、あと GAG さんとか入って幕張でやったんですよ、うん、だったらまあその全員が去年で一番おもろかったライブ、お客さん24人やのに4人泣いてたんですよ、笑いすぎて。でもういやマジでおもろかったらしい。社員さん もうトランス状況入ってて、もううわーみたいな、もうすっごい盛り上がりしてて、で終わってこの間3日前ぐらいあったんですよ。そうすぐ第2回やった。第2回ミキさん入ってて150人ぐらいになってて、お客さん急に変わったフィールドが。これ前ヨシログで言ったけど、やっぱ無限大ホールでもパッて出たら出待ちがバーっているらしい、いるんですよ。ミキさんとか和牛さんとか、和牛さんとかおったりとかしたらバッて出るんですよね。前パッて出たらミキの汗が本当に100人ぐらい並べて、すごいすごい、ほんまにすごいな、バーって人おって、でパッてドア開けて、だからお客さんもそう、芸人が出てくるとかやから、あっ、って見るわね、俺じゃないですか、で、あっってお客さんも、あーって。でもここの100人も本当やったら並んでるけど、ちょっとなんていうの、時間つぶしに俺んとこ来るみたいなのが あるんですけど、それもなくて、それもなくて100人が見てて、でも俺は亜生は後輩やから、これで透かして帰んのも、なんか横つーっていうもん、なんか分かる分かる、なんか思って分からんくて、出た瞬間、パッてみんな見た瞬間、なって、ウォーって叫んだんですよ。なんでか吉部屋で、いやほんまになんでか分からんけど、ウォーって言って、気持ちのやり場が分からんよね。気持ちのやり場が、だって出待ちを他がパパパパパパパって走ってくれたら俺もさあーってなるけど、パッて、はい、後輩100人がただこう見てるだけの状態ってことで、そうそうそう、出待ちゼロでもすかして帰るわけではないから、出たのがウォーって言ってで帰った。で帰ったか。